長明寺は東京都墨田区にある天台宗の寺院。三号は宝珠山。陰号は返上院。本尊は阿弥陀如来。隅田川七福神の内部在天を安置している。長明寺桜餅で知られる。この寺の創建年代等については不詳であるが、平安時代、縁人の解散により創建されたとも、慶長年間に創建されたとも言う。元は、 宝珠山上仙寺と合していたが、江戸幕府三大将軍、徳川家光の命により厳命に改められたという。それは、家光の法要の途中で、軽い病気になって、ここで休憩したので、そう高見が火事の上境内の半舎水で薬を、進めると、貢献あって治癒した。家光は、喜んでその井戸水を調明水と名付けて、家康のが増付して、毎年供養料を給したという。 1888年の夏、境内にあった桜餅やガツコーロの2階に、正岡四季が家遇していたことがある。四季は3ヶ月余り滞在して、七草集を書いたが、その、春の巻に含まれる、四季唯一の農作品に登場する、しての女のモデルが、ガツコロの一人娘山本陸である。陸は、当時15、6歳で、四季の死母の対象として、噂の種となった。 長明寺の傍らにある、山本や長明寺のある向島は、徳川義宗ゆかりの桜の名所、木亭の桜を抱え、花見や隅田川花火大会で賑わう。関東風の桜餅発祥の地とされる、長明寺桜餅や、こととい橋の名称の由来となったとの説もある、こととい団子が並ぶ。ABCDE 新編武蔵フード機構須崎村。江戸名所杖1927。 ピアニッシも182から183、四季前週第18巻175ページ。ありがとうございます。